行くぞみんな。君がいてくれてよかった。行くぞみんな。続けていこう。みんなよく頑張ったね。無理しちゃダメだよ。
行くぞみんな。無理しちゃダメだよ。無理しちゃダメだよ。
スエドーにはスエドーの目的があり、我々を利用しているのは確かだ。同時に私たちもスエドーを利用しています。兄さんを助け出すために。新世界の創造、それが彼の目的だったか。全ての世界から悲しみをなくす。あいつがしてきたことは何もかもそいつの実現のためだ。これからすることもな。そんなの本当に実現できちゃうわけ？彼の目的がどうあれ、私たちがやるべきことは変わらないさ。私たちの目的は旧世界の崩壊。よろしい。では、今なすべきをなすとしよう。7D6 昇進主義。ユーラシュは私たちを異物と見なしたようだ。もはやイグドラシルに意志は存在しない。目の前にあるのは我らの行く手を阻む壁。ふん、突破するのみです。俺も手伝うぜ。リハビリってやつだ。俺を誰だ。さすが腐ってもレジェンド。重度この短期間に筋金入りのオタク濃度です。ぶっちゃけ少し引いちゃってますけど。ああオタじゃねえ、ギークってやべえ。てかユウコ、お前そんなだっけ。やれやれ、君たちは一応私の信じた可能性なんだ。来るぞ。さあ片付けようぜ。続けていこう。くらえ。
らえ。君がいてくれてよかった。一丁上がりっけな。皆さん空を。何？どこかへ移動して。杖道に誘導されてんだ。よし行こう。でもリーダーが侵食しコアへと続く穴を埋まったのだ。あの奥にイグドラシルの本体が。だが今はイーターの巣窟だ。スエドーの言う。ユーゴが呼んでる。うん、私たちをずっと待ってるんだね、兄さんに。さあ、友達を助け出して。今度こそ。みんな揃って。なんということだ。ユードラシルそのものが完全に取り込まれ、そのおかげでかろうじて抑え込めているわけですが、予定通りイグドラシルとしての送り返したイーター全てにゴミデータを送信し続け、さしものイグドラシルの演算機能も一時的であろうとはいえ、オーバートロイアの木馬みたいですね。いや、どちらも間違いではありません。実態はグリム童話の大きな株に近いですが、とにかく you
君がいてくれてよかった。